阪を中心に活動しております、エアクラフトです。お願いします。お願いします。もう僕いつも曲作るときにこうコードとメロディーしか送らないんですけど、丸投げして勝手に曲になっていってるっていう、なんか結構風呂場とかで思いついたメロディーとかを僕忘れちゃうんで、いつも頭の中で作ったメロディーとかすぐ忘れちゃうんで、あの風呂入るときは携帯を持って行ってて風呂の中に、でボイスメモでシャワー浴びながらとか鼻歌で歌って後からコードつけたりすることが多いんですけど、1000個ぐらいもう溜まってて、それが1000個取りだめてんの知らんかった、ね、じゃあ1000個まで緻密に作られた曲構成じゃないんで、僕がポンって投げてそれをスタジオの練習とかでやっていく感じなんですけど、もうちょいこう俺が練って練ってして頭使って時間かけて曲作ってもいいんかなとか思ったりもしますし、結構あの曲作る時めっちゃ時間そんな食わないんですけど、ちゃんとこうそれこそそのソフトとか使って打ち込んで打ち込んでやっても楽しいかなと思ったりするんで、レコーディングとかするとえよう聞いたらこの音あかんくねみたいなのがよく出てくるんですよ。なんでなんかちゃんと、まあ、鍵盤弾ける自分は弾けるから、コードとメロディーとぶち当たなんか音が半音とかでぶち当たってしまってないかみたいなのをちゃんと、まあ、音を鍵盤で起こして楽譜にしたりとかもする必要もあるかなみたいな。めっちゃ楽しいですよね、頭の中で思い描いたメロディーとかが曲になってレコーディングとかして、まあ、それをイヤホンつけて聴けるっていうのはなんかすごいロマンたっぷりなことやと思うんで、めっちゃ楽しいなとは思いますね。